シア畑菜園アドバイザーの利根です。今日は病気になりにくいウリ科野菜の土作りについてポイントを解説していきます。ウリ科の野菜が実は水分を好みますが、過湿すぎると失敗する原因になります。特にキュウリやカボチャの失敗原因としてはこの過湿が挙げられます。今日は病気になりにくいウリ科野菜の土作りについてご紹介をしていきます。最後にご質問にも回答しますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは栽培に使う肥料からご紹介していきます。こちらのシア畑では有機質肥料を使っております。代表的なものとして牛糞、鶏糞、油かすの3種類があります。それぞれの効果を説明していきます。まずはこちらの牛糞です。牛糞は別名牛糞堆肥ともいい、牛の糞を藁やおがくず等と混ぜて十分に発酵させたものです。土の中の微生物を元気にしてくれる堆肥という分類にもなります。続いて鶏糞です。鶏の糞を乾燥させたものです。野菜に必要な栄養分をバランスよく含んでおります。代表的な有機質肥料です。鶏糞はですね、もうこのように顆粒状になっておりまして、非常に使いやすいと、匂いもほとんどなくですね、野菜にとって栄養価の高い肥料になります。窒素、リン酸、カリウム等がですね、バランスよく含まれておりますので、液肥にしてね、使用するとですね、非常にですね、効果が早く出てきますんでね、ぜひそういった形で使用していただければと思います。この鶏糞はですね、バランスよく成分がね、入っておりますんでね、あまりたくさん入れることなくですね、それぞれの野菜にですね、適量を使っていただければと思います。1平米あたりね、50から200グラムの間でいろんな野菜に応じて使えば良いかと思います。続いてこちらの油かすになります。油かすは菜種や大豆からサラダ油を絞った後に出る残りかすです。特に野菜の茎や葉になる栄養成分の窒素を多く含む有機質肥料です。鶏糞と同じようですね、結構速効性もありますしね、液肥として使うこともできますしね、非常にですね、使う範囲が広いと思います。ですからね、これも使いすぎにはですね、十分気をつけてですね、それぞれの作物に合った量を使っていただければと思います。その他に水はけが悪い場合には腐葉土や段差堆肥などを使ったりします。いずれの肥料も使いすぎには注意です。特に油かすを投入しすぎると病気にかかりやすくなったり、葉ばかりが多くなったりして軟弱で実ができないこともあります。いわゆる葉ぼけという状態になります。このように肥料を適正に使えば有効な栄養源にもなりますが、使いすぎてしまうと多くデメリットも出てきますので注意してください。それではウリ科野菜の土作りをやっていきます。ウリ科野菜は浅く広く根が張っていきます。畝間もしっかり耕して根が張るようにしておきます。荒起こしという状態です。畝幅以上にですね、こういうふうに通路になる部分もですね、耕していくと良いかと思います。このですね、荒起こしの場合はですね、しっかりとね、30センチこう入るようにスコップをね、なるべくまっすぐ立てて掘っていくと良いかと思いますんでね、こういう形に掘っていきます。スコップを使うコツなんですが、このようにですね、足にね、ちょっと力を入れてですね、まっすぐなるべく入れていくんですが、たくさん一度に取るとね、非常に硬くて重いです。ですからね、幅をね、少しずつ取っていくと、力ない方でもね、スコップがまっすぐ入っていくと思います。ちょっと硬いなと思うとき、スコップをこういうふうに揺すってあげるとね、またこうやって入っていきますから、ちょっと揺すりながら入れていくとですね、比較的スコップがですね、中に入っていきますんでね、こういうふうにですね、やるといいかなと思いますんで、 このようにですね、足をね、非常にやっていくとね、足にもちょっと良くないと思うんでね、これはやめた方がいいんじゃないかと思いますんでね、足を怪我しないように十分気をつけてください。このように荒起こしをいたしました。ここでポイントの2つ目ですが、特に畝間に硬い層がある場合にはしっかりと耕してください。
ウリ科野菜の失敗の原因は根腐れによって根が枯れてしまうことです。根からカビ菌が入り病気になってしまうことです。そういった病気を予防するためにはしっかりと水はけを良くすることです。かぼちゃなどは根が広く張っていきます。ですから畝だけではなくその周辺もしっかりと耕しておくことが大切になります。それではですね、クワで耕してですね、畝を作るとこまで行ってみたいと思います。このようにですね、粗起こしした後ですからね、土の塊が結構ありますんでね、この塊をですね、砕くようにしてですね、しっかりとお耕していきたいと思います。片方からね、こうやってやるだけではね、土へなかなか塊が取れませんのでね、またこれを反対側からも耕していきたいと思います。肥料を入れる前にね、ある程度の畝の形を作っていくと肥料もね、投入する場所が分かりやすくていいかと思うんで、このようにある程度畝間をね、しっかりとこういうふうに作っていくと良いかと思います。はい、それでは3つ目のポイントです。肥料をしっかりとまんべんなくすっ込んでいきます。浅く広く根が張るので、あまり深く肥料を入れずに均等に適量の肥料を入れるのが理想です。繰り返しますが、肥料はやりすぎに注意をしてください。こちらの肥料は有粉を1平米あたり2リットル、鶏粉を 100cc、 油かすを 50cc 以上を混ぜ合わせて作ったものです。それでは肥料を撒いていきます。このようにですね、均等にですね、まずは軽く肥料を入れていきます。そしてその後ね、肥料がね、あまり入ってないようなところにこういうふうに肥料を入れてですね、まんべんなくですね、肥料が撒けるようにですね、やっていくと良いかと思うんでね。でまたこういうね、畝のね、最後の方にも根が張っていきますんで、こういうところまでね、しっかりとこうやって肥料を入れていくと良いかと思いますんでね、ぜひね、畝間のところまで肥料がね、少しいってると根が伸びた時に非常に効果が出てきますんでね、こういうふうにですね、まんべんなく肥料を撒いてください。はい、それではすっ込んでいきます。こういうふうにね、軽くね、すっ込んでいけば良いかと思いますんで、20センチぐらい入っていれば良いかと思いますんでね、こういうふうにしっかりとすっ込んでいきたいと思います。一度にたくさんこうやって削るんじゃなくて、少しずつこう畝を削るようにして肥料をすっ込んでいけば良いかと思います。はい、これもですね、やはり1回切りですとね、なかなか均等に入ってない可能性あるんで、また反対の方からもですね、やっていくと良いかと思います。しっかりとね、肥料が土と馴染むようにですね、耕していくと良いかと思うので、ぜひですね、こういう作業をしていただければと思います。はい、それではポイントの4つ目です。肥料のすき込みを終わったら畝を作っていきます。ウリ科野菜の畝は水はけを良くするために少し高畝にしていきます。では畝を作っていきたいと思います。畝の高さはですね、普通の畝はだいたい10センチぐらいでよく作るんですが、それよりも高いですね、15センチから20センチぐらいの高さの畝を作るとね、水はけも良くなるんで、そのように作っていただければと思います。はい、このようにですね、約20センチぐらいの高さに作っていただければと思います。畝を作るときはですね、少しかまぼこ型にですね、中心がですね、水がたまんないようにね、少しこういうふうにですね、高くして、ね、水はけが良いように作ると良いかと思うんで、ね、ぜひね、こういう形で少しこう水がたまんないようにですね、真ん中を高くしていただければと思います。はい、それではマルチを張っていきます。マルチ張るときはですね、このように青い線がですね、ある方が表になりますので、これを上にしていきます。風でマルチが飛ばされないようにしっかりと土をかけていきます。このようにですね、かけたらこれをね、しっかりとこうピンと張るようにですね、していけばですね、水も溜まりにくいと思いますんでね、こういう形ですね、高畝の畝を作っていけばよいかと思います。はい、このようにですね、真ん中がね、高いようにですね、畝を作っていけばですね、水はけが非常に良いです。ですからね、こういったウリ類を作るときはね、こういうふうに高い畝を作っていただければ非常に生育も良くなるかと思うんでね、ぜひですね、高い畝を作っていただければと思います。
このようにですね、かまぼこ型の畝を作りましたが、こちらの畝と比べてもですね、少し高いということがお分かりになるかと思うんでね、ぜひこういったかまぼこ型のね、水はけの良い畝を作っていただければ良いかと思います。はい、それでは質問コーナーです。こちらのそら豆の動画にコメントをいただきました。そら豆を育てているんですが、1月の段階で成長点にアブラムシが発生をしておりました。週に一度しか畑に通えないんですが、見つけたら歯ブラシで落とす以外に有効な対策はありますか、というコメントをいただきました。アブラムシはですね、よくもう成長点に1月頃からよくつきます。もうそら豆でね、栽培している方でもほとんどアブラムシが成長点についてきますんでね、そういった場合はですね、歯ブラシで落とすことも非常に大事です。その他にですね、油石鹸ですね、これをですね、作ってですね、それをかけてですね、かけた後10分ほど置いとくとですね、アブラムシが油石鹸で窒息します。それをですね、また歯ブラシ等で軽く落として水で流し落とすということも一つの有効手段になりますんでね、ぜひ試してみてください。またですね、シア畑のですね、動画にもですね、油石鹸の作り方等をご紹介した動画がありますんでね、ぜひそちらもね、検索してみてください。頑張ってですね、アブラムシを退治してみてください。今日は病気になりにくいウリ科野菜の土作りについてポイントを解説していきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。シア畑菜園アドバイザーの利根がお送りいたしました。それではまた。